こんにちは。セレクトショップアップとの北です。マスターです。今日は、はい、じゃーん、すごい量だ。そう、ティッカをご紹介いたします、はいはい、着てるのも全部ティッカ。ティッカです。ティッカで、ティッカで YouTube 初めてだったんだよね。初めて。なんかこんなにずっとあるブランドなのに、はい、なかなかいつも定番すぎて、うん、できない、ね、できなかったね。なんでだろうねって感じだけど、まあ多分日々すごい売れているので、うん、なかなかこう全アイテムバンって揃う機会が少ないんですけど、うんうんはい、今回は早めに取れたので、はいはい、まずはこのニットから。ニット、これはね、はい、結構ね定番でもう何年目かだよね、はい、そうですね、うん、ヤックヤックヤックです。ヤックってね、もうものすごい結構ワーンっていう感じの怖い感じの顔のあの動物なんですけど、ものすごく寒いところにいるみたいで、もうめちゃくちゃだから寒いところにいる動物の毛っていうのはあったかいんですよね。なんかそんなすごい顔のなのにすごい繊細な毛で、そうです、そう、毛足がまず長いし柔らかい、柔らかいね。ファー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 前に言ったのが本当に、なんだろう、軽い、あとは、あ、そうだね、はい、だ見た目よりもね全然肉厚じゃなくて、はい、あの割とね薄いんですよ。だから結構 ね、コート下とかにもね着やすい。でもめっちゃあったかいの、うん、そうですね、うん、今ってやっぱりカシミヤはすごく高騰しているのもあったり、うんうんうん、希少だったりするので、いろんなブランドがその代替えっていうとあれですけど、うん、もう本当にそれに変わる、そうですね、食材ぐらいのニットでヤクをよく使って、うんうん、使ってますね。なんか結構雰囲気もあるんですよ、はい、結構不安とした雰囲気があったり、うんうん、あと発色が綺麗だったりとかっていう、はい、うん、あのそういう特徴もあります。今回は、うんうん、まあ、結構もう定番なので、いろいろかつていろんな色あったんですけど、今年はこのベージュ、はい、ベージュネイビーはシンプルめで、うん、そうですね、はい、でこれがまあ差し色のパープルっていう感じですかね。うん、はい、なんかメランジ、そうですね、うん、だからそんなべったりもしてなくて、なんか優しい差し色になるような色じゃないかなと思います。やっぱウールと比べると、うんうん、ウールってこうずっしり感が出るじゃないですか、これくらい分厚いニットって。でも全然それがなくって、本当にやっぱりカシミヤかもっていうぐらい軽い、うん、そうですね、表面が非常に滑らかで、はい、そうなんです。なんかもう全体的にふわっと体温を何度か上げてくれるっていう感じが、ね、うん、じわって感じがして着やすい、うんうん、着やすいよね、はい、はい、で、まあチラッと見せると私はあの、はい、ティッカの定番のシャツを中に着てます、うん、こういう、ニットにシャツの重ね着っていうのもこうベーシックなシャツなんですけども、うん、あのティッカならではちょっとこのトラディショナルなこういう雰囲気を出すので、ね、シャツチラも結構ね、うん、シャツのブランドでもありますか。そうそう、うん、そう、シャツで人気のブランドなので、はい、こういうシャツもあります、うん、ここがこうニットがチョキってなってるから、チョキってそう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 、チョキってからから白出るとなんかちょっと清潔感があって、はい、なんかいい雰囲気出ますよね、はい、大人ですね、はい、大人ですかね、はい、はい、で2人ともニットのボトムを着ていて、うんうんうん、私のは、うん、スカート、ちゃんと裏地がついてるんですよね、これ毛がついてあの裏地ついてる、裏地がついてるんですよ、裏地ついてる、だから、ちゃんと透けないし、うんうん、ともうねくっついてるよね、ペチコートってくっついてくっついてます、うん、裏地あり、はい、スルスルしていて、はい、で長めのところが大人っぽい、うん、そうだよね、はい、なんかニットのスカートって意外と少ないよね、こういうギャザーになるのって、うん、そうですね、うん、でお腹が結構ねここすごい腹巻きみたいにすごい長くて、でここを折って長さを短くすることができるんですが、山下さんはウエストが細くあんまり上に上がらないんですけどあの一応その2段階になってニットっておしりできないから、はい、ウエストで折り曲げることでおしりおしりが長さを変えられるようになってます、うん、2段階にね、うん、ちょっと可愛いか、うん、だるね、うん、でもまあ長い方が可愛いよね、はい、長い方が可愛い、うん、長くて腹巻きにした方が暖かいよね、うん、でこれね、こっちのはねニットパンツ、これね多分ね今季最強のあの暖かさだと思う。これね、思い出した展示会の日にね、
雪が降ってめっちゃ寒い時だったの去年の。あ、そうなん。一番寒い日だったの。もうこれ行くみたいな日に展示会で、うん、私今日これを着て帰りたいっていう日でした。うん、めっちゃあったかい。これなんか圧縮ニット、はい、で裏こうやって、ね、貼り合わせてあるんですよ。なんていうの、見えます？ポリエステルの裏がそう、はい、ついてるから全然チクチクはなし。肌に当たるところはこの素材ポリエステルなので全然チクチクはなく、うん、とだからなんかタイツとか履いても全然滑りが悪くもならないし、あとパンツの長さも、これ生地みたいになってるからお修理できます、縫うことができますっていうような、ちょっとニットだけどちょっと生地みたいに貼り合わせしてくれています。だから二重だから余計風通さなくてね、めっちゃあったかい。私それ前履いたんですけど、かゆいの嫌いじゃないですか、うん、でもこのスカートもこれもなんか裏がその接する面がかゆくない素材なので、全然全然大丈夫だったね、はいはい、もう寒がりって方にこれめっちゃおすすめです、はいはいはい、じゃあ次はですね、うん、どんどんいきますと、うん、ライダースで4サイズ4歳4が一番上だよね、はい、うん、ライダースもリッカーの定番のモデルなんですけど、うんうん、コスパがめちゃくちゃいい。そうなんですよ、めっちゃシンプルなレザーでジャケットで、なんだろう、うん、もうお値段って、まあ、必ずほとんど2桁するんですか。ああ、そうだね、うん、今ちゃんとしたライダー、うん、でもこれは、7万円台で、ね、円台ですので、はい、うん、はい、でなんかここのアイテムをここのベルトを取っているそうで、なんかね、ここそう先下のだからそこでなんかハードさも意外とないし、はい、すごい柔らかい、ね、これラムレザーでね、うんうんうん、だよね、違った、これはラムだよね、でもラム、うん、なので、はい、すごく柔らかくて、なんかハードなライダースっていうよりかは割とね上品な大人のライダースって感じだよね。そうですね、特にこのベージュの方は、うん、本当にきれいめな、うん、なんだ、学校行事とかもいいんじゃないの、うん、学校行事もレザーだけじゃダメじゃないか、なんだろう、うん、三冠目ぐらいだったら、うんうん、セレモニーはダメですけど、そうそう、ね、うん、ちょっと懇親会とか、うん、PTA とかだったらまあ大丈夫かなっていう、うん、なんかライダースちゃんとしたの持ってないよっていう人にはこれ本当におすすめで、うん、なんかシンプルで飽きが来なくて、綺麗に着られる、大人っぽく着られる、ね、うん、ライダースだと思います、うん、なんか黒はまだ抵抗あるよっていう方はこのベージュ、うん、ベージュも優しい感じだよね、はい、うん、で私今2っていうサイズを着てて、だから4っていうサイズ着てて、なんかサイズが結構増えたんです、なんかね、なんか傾向的に大きく着る傾向がだんだん今ライダースってすごいベーシックなんだけど、やっぱりその今オーバーサイズなトレンド感もあって、どんどんこう大きいサイズを着るって傾向もあるのと、あとまあ冬に着るんだったら、私なんか今さシャツ着てニット着てこれ着てるの で、ね、まあそういう風に着たかったら大きい方が着やすいし、反対にこの上にこうケープとかこういうの着るよってなったら小さくてもいいと思うし、これが3です、1個下です、うんうん、でも私では全然ゆとりがありますよね、はい、でもニットで着られるので、うん、今は全然そのぴったりしてなくてもいいかなって、うん、でなんかすごいベーシックなライダースってそうやってサイズ感で雰囲気変わるので、なんかちょっとこうイメージ変えたかったら、お手持ちのものがすごく前買ったのはタイトだったら、ちょっとこうオーバーサイズ気味のライダースにするっていうのも一つの手だと思います。そうすることで中に着るものも増えるし、はい、また着方が変わっていくのかなと思います。ライダースはぜひ、ティッカもライダースがありますので、ね、ぜひ、うん、でもコスパがいい、いいよね、はい、しっかりしております、はい、なんか私、はい、結構イケメンだよね。イケメンだよね、これね。そうです、うん。付き合いたい。付き合いたいぐらいだよね。はい、じゃあどんどん行きますと、うん、次はこの秋冬の早めに入ってきた。これから行こうか。うん、私ジレ。私ケープ。はい。でじゃあ。これね、そう、これね、リバーシブルなんですよ、はい、このシンプルな無地の面、うん、ベージュの面と
裏のチェックの面を2通りで切れます。でこれはジレ、パイピングはレザーで、レザー合皮だね、合皮感してあります。なんかでもこのパイピングが効いてて、だからデザインのアクセントになって高級感もあってすごくいいですよね。シンセティックレザーっていうのが、あの合皮のことですね。ですね、でウールは本物ウールなんですけど、これがすごいこだわったらしくて、今回すごい水が綺麗なところの、あの羊さん、いい羊さんを水が綺麗なところで、あの紡いだので、すごく滑らかで、本当に自信作。なんかね、ピッカーさんは今もうすごく、あの日本の、あの伝統的なものづくりをすごい継承することをすごく力入れてらっしゃって、だから本当にいい工場さんで、いいところの環境で作られたものって本物みたいなものをすごくこう大事に作ってらっしゃいます。だからすごいシンプルに見えるんだけど、ほんとすごく素材が綺麗で、もともとからピッカーってすっごい縫製綺麗だから、コートとかって縫製が綺麗と形全然違うの、縫製と生地がもう全てなので、ほんと長く着られる、ほんと高級ブランドに引け取らない、はい、生地と、縫製の綺麗さだと思います。パイピングの曲がり角とかもすごくですね、あ、そう、このキワキワにね、ステッチ入ってるの分かります、均一で、つなぎ目もそうなのよ、そうなのよ。しかもリバーシブルなんで、表裏も妥協ができない。でもね、これって本当に表どっち裏どっちっていうぐらい、どっちも本当に雰囲気あるよ ね。こっちの私の今のコーデだと結構濃いめのトーンなんで、こっちの方が雰囲気合うね、はい、私はもうこれやったらさ、ちょっとこのトラッとなんかさ、可愛さがあるよ ね。ブリティッシュな感じあるよね、これも重くなくって、じわってあったかい感じで、なんかコートのインナーこうジレとかでもいいし、あとなんかこういうジャケットとか、こういうなんか、あの厚手のニットセーター、カーディガンとかの上に羽織ったりとかもできるよね。そうですね。で、リバーシ。まあなんか東京とかこう都会と街中とかは、こういうのが意外とこう着やすかったりするのと、あとなんかやっぱこなれて見えるね、これをサッと羽織ってるだけで、もう今なんか T シャツとかに早い時期から着られるのがいいかなと思います、それの、長袖ロングバージョンもあります、これはもうライトコートね、これもう1個で2個のコートでね、完全に、冬にもしこれだったら中にインナーダウンとかがあれば、そう、それとインナーダウンっていう風な着方もできます。はい、いや、このチェックの絵柄もすごく、そうなんですごくおしゃれで、これチェックっていうかハウンドトゥースっていう、なんかちょっと千鳥格子にストライプを入れた、入れたのか、そっかそっか、かっこいい、なんかチェックに見えるんですけど、千鳥格子とストライプの組み合わせ、ああそうなんだ、すごい色味もすごくニュアンスがあって、すごく素敵です、あ、いいです、いいですよね、はい、大人な感じ、まとまりがある、はい、全部ティッカっていうところがさすが、なんかいい、まとまってる、いい質のものを着てる感じするでしょ。そうですね、やっぱり縫製の綺麗さは本当に妥協がない。いや、なんかやっぱりコートってどんなものだってある程度値段はするものだし、やっぱりあの1年だけじゃなくて何年も着るものだと思うから、じゃあどこがあの値段で違うかっていうと、ブランドで違うかっていうと、やっぱり生地と縫製がすっごいもうビタルからにすぐ分かる、私たちとか洋服の仕事してると見たらすぐ分かるんですね。でもう形とか肩のラインとかがもう全然違ってて、まあティッカがその、業界の人からの熱い支持があるのは、もうその生地と縫製に本当妥協がないところだと思うんですよね。もう素晴らしい、本当に。なので本当にいいコートが欲しいなと思う方、長く着たいコートが欲しいなって方は、もう絶対ティッカーチェックしてもらいたいなと思います。でこれはなんかそのティッカーさんがなんか本当にもう残り、あのなんだ、希少な編み機とかもう本当になんかこう、まあ、もうなくなっちゃうかもしれないっていうような、日本のなんかこう伝統を継承するっていうなんかプロジェクトっていうか、そういうのの一つで、これはね、日本のウールボアの 100% ウールのボアを作っているところなんですけど、その編み機を展示会ではなんか機械みたいな、シャトル機みたいなのを持ってきてあったんですけど、もう本当に木でできたなんか
物が出てきそうななんか編み機で、ほんとなんかね、地のなんかニットのところにこう、はい、毛をこう、ウールの毛をこう編み立てていくんですよね。だからもう本当にこうゆっくりゆっくり悟る機で作られてるから、あの機械で作るよりもすごい空気がたくさん含まれていて、めっちゃくちゃあったかいんですよ。なんか同じに見えてもやっぱり、ね、触ったり生地のふかふかさがやっぱり全然違う。編み物だから、うん、こう伸びるらしくて、うんうんうん、着心地もあいいよね。いいで、ここがこうサイドがこうポンチョみたいなのこう開くようになってるので、なんかほんとダウンの上から着たりとか、いろんな重ね着が楽しめるようになってます。もうこれ着てるだけでなんかめっちゃおしゃれ上級さ、ね、感がめっちゃ私これ好きなんだよね。うん、なんかやっぱりこれがそのフェイクだとしたら、うんうんうん、それなりにちょっとテカテカしてたりとか、うん、あるかもですけど、うん、あったかみはやっぱりそうウール 100% のメイドインジャパンのウールボアで、もう本当にそれができるところがもう全然ないんだそうです。もうなんかもう機械は新しくできないから、もう手で人の手でちゃんと丁寧に修理しながら使ってるんだって。そう、素晴らしい日本のなんか伝統工芸だそうなの。なんかウールボアってさ、今の素材っぽい感じじゃない、もう昔からある素材なんだって。なのでぜひこれを着てその日本の伝統を守りましょうよ。ちゃんと裏もついているので、はい、あの風が通さなくて重ね着すれば十分、あのなんていうのかな、もうファーというかと同じぐらいの暖かさがあります、はい、で、うん、私が着てるのがこれはですね、ピーコートね、ピーコートです、うん、はい、今回ティッカのメインのアウターは、うん、ピーコート、うん、テントコート、うん、ダッフルコートがあって、うん、このピーコートが3色、うん、ちょっと長いテントコートが3色、ダッフルコートが1色あります、はい、で、ピーコートはミドルウタピーコート、ティッカのピーコート結構何シーズンも入ってるよね、うん、毎年人気、うん、やっぱりこれもコスパがとってもよくて、うん、いいウールの素材と補正です。なんか、はい、今年から、うん、生地をすごくランクアップしたそうです。うん、だから結構生地は割と肉厚になったかなと思います。今までティッカのピーコート、うん、うちでも何年も継続して定番でやっているから持ってるお客様すごい多いと思うんですけど、色も違うし、生地もアップデートされています。結構ね、うん、厚くなってると思います。うんうんうん、素材がこれは何色でしたっけ。これはねグレー、こっちがあ、それがグレーだね。でこれがベージュで、この2色は木なんだよね。なんか ね、今回のその素材ってすごい毛足が長いの、わかります？毛足がすごくこう毛皮みたいに長い雰囲気があって、それが出てるのがこのベージュとエマスさんのグレー、前に行ってグレーは木です。ちょっとこうなんかクールにもなるっていうか、うんうん、黒、全身黒ですっていうスタイルとかにも合いますよね、うん、合う合う、うん、で、割とこう肩もラグランっていうか袖付けがな、はい、こんな感じ、ちょっとこう変わった袖付けになって、ね、すっごいここが広いので結構中着るものも選ばないし、はい、ややねコックーンみたいな、やさゆるーく立ってます、はい、なのでピーコートってカチカチ四角みたいな感じあるかもしれないけど、これはね全然そんな感じなくてめっちゃ楽です。そうですね、軽いですし、うん、まあ今ちょっと手こずってましたけどやってみました。首を立ててできるので、うん、マフラーもこうやると使わなくていい、うん、なんか本格的ピーコートのちゃんとディテールを、そうですね、うん、できてます。で例えば黒、今回は、はい、黒を入れました。なので、うん、結構フォーマルうん、にも来ていただけると思います、はい、ピーコートはね普通のピーコートよりもやや長めかなと思います。ティッカのなんか普通ちょっとお尻隠れるぐらいってイメージじゃない、ハーフの人そうですね、うんうん、なので小柄な方にもおすすめです。はい、それで次がテントコートですね。テントコートは、うん、黒は同じなんですけど、黒とベージュは同じ。私じゃあそこの色この色で私こっち着よう。あ、そうそう。うん、そしたら全然イメージしてる。テントコートにしかない色はこれ。モッカが違う。間違えた。
まあいいな、私またこれになっちゃう。テントコートはこれしかないんだ。もう一個これもベージュがあるんだっけ。ベージュはあります。ここになかった。ベージュない。あ、本当ですね。そうだよね、うん、ベージュも存在があります。ここに用意するの忘れてた。これはですね、これもね、ティッカの定番の形だね、うん、テントコートもで素材は全部一緒。うん、そうですね、うん、テントコートのテントってほんとテントみたいに三角っぽいからですか？なのか ね、うん、でもなんかまあロングのピーコート、うん、みたいなことですよね、うん、このデザインは、うん、なんかね、どっちかってもっとねクラシカルなコート、もっとなんていうかな、あのこういうクラシカルなトラッドスタイルでこういうのってあって、もう本当に昔のファッションのこの歴史とか見てくると、だから結構フォーマルとかでも使えるような、うん、だ結構だから贅沢なのがこれもだから袖付けがなくて1枚でこう生地を贅沢に使っていたりですとか、だからそうすることでジャケットとかの上から着れたりとか、あーそうか、はい、まあ、オーバーサイズで着やすい、着やすい、なんかどっちかってハイブランド、すごくラグジュアリーなハイブランドとかもこういう形って結構こうクラシカルで作っているので、なんかね今見るとすごく思うんだよね、本来はすごくクラシカルなトラディショナルなものなんだけど、だからあの本当これって、うん、おばあちゃんになっても着たら可愛いと思う。あ、うん、それぐらい本当黒はあの思いっきりその、フォーマルにも着れると思います。あのなんでボタンもすごくシンプルなボタンで金具も一切ついていないので、完全にこの観光総裁のフォーマルにも着られます。はい、最後がですね、ダッフル、うん、ダッフルは一着、一色ですね、一色、うん、合わせたくてみる、はい、私ちょっとそういうの色着てみようかな、私黒黒着ちゃった。はい、じゃあダッフル、ダッフルとちょっと、よっ、ダッフルコートはベーシックな形、はい、うん、そうなんですよ、ダッフルは今回新しい、はい、初めて入った形なんですけれども、ダッフルコートは意外とそんなにオーバーサイズじゃないんですよ、はい、ダッフルはねベージュのみですけど、うん、あんまりこう学生チックにならないところがベージュのいいところで、いいとこだよね、はい、ちょっと綺麗めな、うん、通勤とかに、で一番長さとしては、うん、ダッフルが一番ロングかな、一番長いです、うん、でなんかこうストーンとストレートな感じ、テントコートはもうちょっとこうふわっと丸い感じなんですけれども、うん、ちょっとこっちの方がストンとストレートな感じになります、はい、全然ね子供っぽさは全然ないので、うん、なんか永遠のダッフル好きさんにはこれは、ね、うん、なんか老若男女問わずに着れて、はいはい、うん、なんか本当にもう本格的なトグルとかちゃんとここも革を使っているので、で、まあ、さっきも言ったみたいに生地も本当にいいし、ね、縫製もすごく綺麗だし、はい、肩のこういうところとかめちゃくちゃ綺麗に立体的に出ているので、なんか本当1年2年とかじゃなくてもう何年も10年も、ね、はあ、十数年もこう長く大事に着てもらえる、なんか例えば1年2年着なくてもまた3年目に着たりとか、もう本当なんか長い期間を通して大事に着てもらいたいなっていうことですね、はい、代々代々受け継いでそれもいいよね、なんか、はい、あの本当にアウターってね、なんかやっぱり1個なんかシーズン1個だけっていうのはすごいなんかちょっと寂しい気もするから、なんかこうあの数はたくさん毎年たくさん買うんじゃなくて、前今まで買ってたものを大事に着るっていうのはすごい大事なことですよね、はい、もう何年でも着れる他のアウターでを、はい、ご紹介いたしました、はい、はい、最後までご視聴ありがとうございました、はい。